女優の三浦恵子46が22日都内でアミノ酸プライムミックス研究会に出席。トークセッションで健康、美容法を語った。一番大事なのは睡眠と食事と。睡眠は時間があれば10時間。通常は7から8時、食事は野菜、キノコ。 海藻と発酵食品のぬか漬け、な、ヨーグルトを食べるようにしていますと、こだわりを明かした。また、日頃の習慣として、朝起き、窓とか床の拭き掃除をします。1分でも2分でも運動になる、部屋も綺麗になる。健康と美容の維持に、大事なことは、続け、 諦めないことと力説した。